ポーツカーを取ると見せかけて、実はビル、ルックアップで建物を取るというシーンでした。この日は雨のストリートフォトを撮りに出かけたのですが、あいにく良い写真はこの1枚だけ。そういう日もあります。その代わり、この時撮った写真をフォトショップで大胆にレタッチしてみます。これをこうします。ファインアートアーキテクチャと呼ばれるようなカテゴリーの写真ですね。ダークな雰囲気の中に部分的に光を強調。あと、この空はもう完全に作ってます。たまには気分を変えて、こういった大胆な編集も面白いです。今回はこの編集プロセスを紹介していきます。まずはこの写真からスタートです。やることはまず、空を選択します。選択範囲の空を選択をクリック。自動で Photoshop が空を選択してくれます。今の場合、この右側に生えている小さな木の枝も全部無視して空にします。あと、この辺の選択が不完全な部分、ここも調整しておきます。この辺ですね。ビルの部分まで空と認識しています。いくつか調整方法はありますが、今回はわかりやすく多角選択ツールを使います。このアイコンをクリック。多角選択ツールをクリックします。今は選択範囲が広すぎて、それを解除したいので、Alt を押しながら解除したい部分を選択していきます。全部きれいに空を選択できた状態がこちらです。この状態でレイヤー、新規塗りつぶしレイヤーのベタ塗りを選択します。そして空をこれぐらいの暗さで暗く塗りつぶしておきます。はい、これがビフォー、これがアフターです。空を置き換えるだけで結構印象が変わります。次は建物に行きます。と、その前に全体をモノクロにしておきましょう。レイヤー、新規調整レイヤーの白黒でモノクロにできます。はい、じゃあ建物です。まずオリジナル画像をコピーしておきます。コントロール J。コピーしたレイヤーのブレンドモードをオーバーレイにします。これで黒が締まります。ちょっとやりすぎたので、不透明度を下げて50%ぐらいにしておきます。さらにこの下の部分ですね、この建物の下の部分が少し潰れ気味なので、ここはオーバーレイをかけないでおきます。レイヤーマスクを追加した後、ブラシを黒に、そしてこの潰れ気味な部分をブラシで塗ってディテールを回復しておきます。ここからはハイライト強調の作業に入ります。ハイライトを強調するときはブレンドモードの覆い焼きカラーを使っています。オリジナル画像をコピー、そしてブレンドモードを覆い焼きカラーにします。はい、なんとなくイメージに近いものが出てきましたが、ちょっと余計な部分まで強調されているので、レイヤーマスクを作り、コントロール I でマスクを黒にしておきます。これで一旦画像は元へ戻ります。ハイライト強調前の状態です。
ここから強調したい部分だけブラシで塗っていきましょう。ブラシの色は白です。流量は50%ぐらいにして、この窓の部分にこう当てていきます。窓に光が反射して明るくなっているという感じですね。窓がだいたい終われば、次はこの外壁の部分、ここに光が当たっています。うっすらですけど光が当たっているところがあるので、そこを同様にブラシで塗っていきます。はい、出来上がりました。これがビフォー、これがアフターです。ちょっとここの部分光が弱いので、ここだけもう一回やっておきましょう。オリジナルをコピー、追い焼きにして、レイヤーマスク、そしてコントロールアイで、ブラシで塗る。この一連の作業はフォトショップでよく使います。ドッジ&バーンの手法ですね。はい、OK です。次はここにあるフェラーリのエンブレム、ここを部分的に明るくしておきます。オブジェクト選択ツールをクリックして、この辺にカーソルを持っていくと自動的に選択してくれます。フォトショップ便利ですね。こういう小さいものでもしっかり認識してくれます。選択した状態でオリジナル画像に行き、ここでコントロール J、 エンブレム部分だけをコピーします。作ったレイヤーのブレンドモードをスクリーンに。これで明るくなりました。さらにもう一度同じレイヤーを作り、今度は追い焼きカラーにしておきます。ちょっとスクリーンの部分強かったので、不透明度を下げて70%ぐらいにしておきます。はい、OK でしょう。これでエンブレム部分が終わりました。最後にこの空の部分ですね。空の黒い部分をに雲を流したような効果を加えます。まず上から2番目のレイヤーの位置に新規レイヤーを作っておきます。ここでフィルターの中にある描画の雲模様1というのをクリックしてください。するとこういう模様が出てきます。これを空のエリアだけに適用したいので、ちょうどここの下にあるレイヤー、空の範囲を示すこのマスクをコントロールクリックで選択します。そしてレイヤーマスクのアイコンをクリック。これで空に雲の模様が出てきました。さらにこの模様を消して一部だけが残るようにします。ここではブラシ黒で塗っていきます。こんな感じで適当に塗っていきます。最終的にはこれに移動ぼかし、モーションブラーをかけて雲が流れるような効果を出していくのですが、編集後にもオリジナルに戻れるように、この時点でレイヤーをスマートオブジェクトに変換しておきます。そしてフィルターのぼかし移動を選択。ここで角度と距離をうまく設定してやると、こんな感じで雲が流れるような表現が見られます。最後にもう一度マスクをかけておきます。
この作業はランダム性も入ってくるので、うまくいかなかった場合は最初から何度か試してみてください。雲を作るテクニックは人によって様々です。今回僕がやった方法よりももっと良い方法もあると思います。とりあえずこれで完成しました。最初に見たこの写真がこうなりました。どうでしょうか、こういうレタッチ。最初に見た人は結構驚くのではないかと思います。でも目の肥えた人にはどうかな。ちょっとやりすぎな部分、雑な部分もあったと思いますが、その辺は許してもらいたいです。最後の雲を作って入れない問題は、まあ人によって基準があるのかなと思います。そこまではやらないという人もいるでしょう。それはその人の考えを尊重します。僕も気分次第でやるときもあれば、やらないときもあります。今回は動画のネタとしてこういう方法もあるよということを見てもらいました。参考になったでという人は、いいねボタンをよろしくお願いします。それではまた。